皆さんこんにちは。ワオサイエンスパークナビゲーターの岡村美里です。今日の講義のタイトルはゲノムの国の物語、解き明かされる遺伝情報の流れ。遺伝子やビッグデータなど情報科学がどのように私たちの生活に関わっているのか。2014年3月に盛岡市で実施された東北大学大林武先生の講義の模様をお送りします。大林先生は1975年の生まれ、東京工業大学卒業、同大学大学院修了。東京大学や東北大学の研究員を経て、2012年より東北大学工学部の准教授を務めておられます。専門は生命情報科学で、コンピュータを使った遺伝情報の研究を行っておられます。講義ではゲノムや遺伝子とは何かから始まり、それが今どのように研究されているのか、皆さんよく聞くビッグデータなども交えて遺伝研究の最先端をお話しいただきます。楽しみながらご覧ください。東北大学の大林です。よろしくお願いします。先ほどの話非常に面白くて、ちょっと僕の話というのは少し生物とはやっぱり関係あるけれども、少し経路の違う話をしたいと思います。でゲノムというのを非常に大切なキーワードとして、生物ってこんなにすごいんだっていうのをちょっと話したいと思っています。で、今日の話で、まずどんなことを話すのかということを先に、ご説明しておきます。まず今言いましたけど、生物ってこんなにすごいっていうのを、工学部ですよ、工学部なんですけれども、そういう話をしたい。こっち側ですね、生物そのものはこんなにすごいという話。そして、この生物がすごいんだというのを研究をするのに、今どんなことを使っているかっていう、どうやって研究をしているのかっていう、そういう話、この2つをします。ちょっとイントロダクションということで、ゲノムという話から始めます。生物といった場合に、ゲノムっていうところから今日は話をしたいんですけども、ゲノムって何ですか？聞いたことはありますよね、きっと。ちょっと辞書に例えてみますね。辞書は分かりますね。これ英語の辞書なんですけれども、ここにびっしり文字が書かれます。あんまりちょっとよく見えないかもしれないですけど、とにかく文字が書かれますね。この文字の一個一個、これが DNA です。DNA は文字だと思ってください。で、辞書なのでこれ。ただ、ずーっと字が書かれてるだけじゃなくて、一個一個なんか項目があるんですよね。例えば、ここ。これ英語の辞書なんで、ここには learn、学ぶっていう言葉があります。こういうまとまり、これ遺伝子です。そしてゲノムって何かといったら、この辞書全体、これがゲノム。だからゲノムというのは遺伝子全部でもあり、この DNA の文字全部でもある。だからヒトゲノムって言ったら、人のこの、文字の全体ですね。マウスゲノムって言ったら、マウスの文字全体。ちょっと実際に例を見てみますね。人のゲノムを見てみます。これ人のゲノムのごくごく一部で、今ここには1000文字ぐらい書いてあるんですね。だいたい1000文字ぐらい書いてあって、人のゲノムっていうのはもう分かっていて、30億文字ですよ。だからこれを1ページだとすると、これが300万ページある。これで僕とか皆さんとかっていうのができてるんですね。で、面白いのは、人一人ずつほんの少しずつ違うんですね。だいたいこのここ今1000文字ぐらいあるんですけど、1000文字ぐらいあったら、私と例えば片桐先生を比べたら1文字ぐらいだいたい違う。どの線文字を見てもね。例えばここの部分に注目してみましょうか。これ僕は G なんです。実はもう調べたから分かるんですよ。でこれ G なんですけど、ここが A の人っていうのが日本人には半分ぐらいいます。 G の人と A の人って何が違うかっていうと、実は A だとお酒が弱くなる。僕はお酒強いんですよね。 G だからお酒強いです。飲んでもあんまり弱ない、こういうふうに決まるんです。なんかゲノムが決まると、僕らの体質っていうのが決まります。で、今日話をしたいのは、どうしてこういうふうに G とか A とか、ACGT の4文字しかないんですけど、 ACGT の4文字が決まると、僕らがこういうふうに少し、お酒が飲めたり飲めなかったり、もっといろいろですよね。目の大きさがパッチリしてたり、二重だったり一重だったり、いろいろありますけど、そういうのが決まるのかという、そういう話をします。それではちょっと本論に入っていきましょう。で、まず遺伝暗号という話からしたいと思います。ゲノムの話をしたんで、ゲノムがどうして働くんだろうというのが遺伝暗号の話ですね。
はい、今、遺伝子、ゲノム、DNA、3つの似たようなことを言いましたよね。ゲノムっていうのはこの全体像、遺伝子っていうのは一個一個の、項目だと思ってください。それが DNA という文字で書かれている。いいですね。DNA の二重らせんとか聞いたことある人がいるかもしれないですね。DNA をこれを、鋳型として、大元として RNA というものができます。これは遺伝子ごとにできます。DNA で書かれた遺伝子は RNA にコピーされる。いいですかね。で、この RNA を鋳型として、おのおのタンパク質になると。そういうような関係です。こっちで説明をすると、二重らせんである DNA が、一本化の RNA になって、そしてタンパク質になると。そういうことですね。でタンパク質のこの一つ一つのブロックのことをアミノ酸と言います。今日何回か出てくるんで、ここだけちょっと最初に覚えておいてください。タンパク質の一つのブロックはアミノ酸ですね。でここで、ただ DNA が RNA になってタンパク質になるだけというとそれだけなんですけど、ちょっと秘密があります。DNA と RNA の状態っていうのは、これがどんな配列であってもあんまり形変わらないんですよ。ところが、このタンパク質の状態っていうのは、アミノ酸の並び方が変わると、タンパク質の形だとか機能っていうのが全然違くなる。で、なんでこんなことが起こるんだろうっていうのはちょっと後で話すんですけど、ちょっとその前、そもそもその前、DNA、RNA、タンパク質のちょっと不思議について見ていきましょう。どこが不思議かというと、この図、そのままちょっと見ていただいて、次の図に行くと、はい。DNA は4つの文字からなってます。A、C、G、T の4つの文字ですね。RNA は実は DNA をコピーしているだけなので、同じく A、C、G、ちょっと最後だけ U ですけど、4文字ですね。1文字ずつ対応します。だからちょっと今ここは考えないことにしましょう。で、そいつがその後タンパク質が実際働くんですね。あ、ちょっとタンパク質さっき説明し忘れましたけど、タンパク質ってどんなものがタンパク質かって思うかもしれないんですけど、例えば爪。これの主成分はケラチンっていうタンパク質ですね。髪の主成分もケラチンですね。もしくはコラーゲンっていうタンパク質とかも聞いたことあると思うんですけど、それ皮膚ですね。コラーゲンがたくさん含んでると保水能力があると、そうすると、まあ、皮膚がみずみずしくなると、そういうのも聞いたことがあるかと思います。で、人っていうのは大体水でできてるんですね。何十パーセントくらい水でできてるんですけど、残りの、まあ、水は、まあ、当たり前の水はちょっと置いといてとして、水以外の部分の半分がタンパク質ですよ。で、もう話を戻しますよ。遺伝子は DNA で書かれてるんですよね。でそれを何とかしてこのアミノ酸のつながりにしてタンパク質にしないと僕らはできないんです。でここで問題なのは遺伝子のこの DNA には4つしか文字がない。ACGT の4つしかない。ところがアミノ酸は20個も文字あるんですね。これなんで20あるかっていうのが非常に重要になってくるんですけど、とにかく20ある。問題なのは4つしかないもので20個あるものをまず指し示さなきゃいけない。最初は C ですよ、次は G ですよ、みたいにね。4つしかないんだよ、文字。で、ここの4から20を指し示す、そのやり方のことを遺伝暗号と言います。ちょっと話を戻しますね。DNA は4つしか文字ありません。A、C、G、T です。で、問題なのはアミノ酸は20個も文字があります。タンパク質を作る一個一個の部品であるアミノ酸は20個も文字がある。じゃあ、どうやってくっつけようかと。で、一番簡単には当然そのまま対応させますね。DNA の A はアミノ酸の A、C は C、G は D で T は E とかやってると、DNA の文字は4つしかないのでもう終わっちゃいますね。でもアミノ酸は20個必要なんで、もう16個も指し示さない。これじゃダメですね、当然。これ暗号になってないですね、そもそもこれ。で、ここはちょっと真面目に考えなきゃいけなくて、どうやって 4種類の文字のもので20種類の文字を指し示すことができるかということを考えてみましょう。で、まあ、実は少ない文字でも組み合わせればもっと多くのものを指し示せるわけですね。今文字 DNA の文字はこの4つしかないけど、1個ずつこいつは何々っていうんじゃなくて組み合わせにすれば、で生物は実際組み合わせを使うことにしました。でどう組み合わせればいいかっていうと、まず反対に2文字で組み合わせてみましょう。そうすると AA、AC、AG、AT とずーっと言って TT までこれ16種類ありますね。 4×4 です。でこれはちょっと結構いい線に出るんですけれども、残念ながらアミノ酸20種類あるのでまだ4種類足りない。ちょっと惜しかった。でどうすればいいかっていうと、2文字じゃダメならじゃあ3文字使おうと。必ず DNA を3文字1組にして使うようにしたらこんな感じ、
64通りのものを示すことができます。64通りの命令があるっていう言い方してもいいかもしれないね。で、例えば AAA から、ずっといって TTT まで、で、こっちはアミノ酸20種類なので3文字を1組、3つ組と言ってもいいですかね。3つ組ともいいんですけど、この3つ組にすればアミノ酸を示すことができそうだ。で、実際生物はこうやってます。あの生物がどうして DNA の3つ組をアミノ酸1本に割り当ててるかというと、それは1つや2つだと足りないから、そして4つだと明らかに多すぎるからということですね。だから3つになる。すごく合理的なんですね。これ全ての生物ですよ。大腸菌も含めて全生物がこの、こういうシステムを使っています。で、ただこれをもうちょっと見てみましょう。3文字の組で64通りになります。で、アミノ酸は20種類ですね。64通りも言ってみたら命令があるんですよね。どうしてください、こうしてください。でも使うの20種類だけ、なんかちょっともったいないですよね。もったいない、だいぶ多い命令が。で、どう多いのかってちょっとじゃあ僕が作ってみますか。いいですか。 DNA の3文字をアミノ酸の1文字に割り当てましょう。ゲノム中で AAA っていうふうに、DNA が並んだら、それはアミノ酸の A のことにします。AAC だったら C のことにします。こんな感じで順番にこう割り当てていけばいいですね。そうすると、20個あれば足っちゃいますよね。残り44個、これ使わないと、ちょっと今直接割り当てるのを少し諦めて少し生物のことをお話しします。今ゲノムというゲノムの全体像の中に遺伝子という、項目があって、その遺伝子は DNA で書かれている。で、DNA で書かれているものが RNA になって、タンパク質になって、まあ、例えば僕らができると。そういうことですね。で、この流れ、この DNA からタンパク質ができるという流れ、これがすごく大切で、ここは言ってみたらただの設計図、バーチャルっていうふうに書きましたけど、どういうふうにやったらいいんじゃないっていうことを言ってるんですけど、実際にそれがあるわけじゃない。実際に働くのはこのタンパク質なんですね。リアルに働くのはタンパク質。DNA と RNA のところではこうしたらいいんじゃないってことを言ってるだけで、まだ仕事はしてないですね。なので、まあ、ここが重要だということなんですけど、まあ、ここで今言ったようなこの流れですね。 DNA から RNA、 タンパク質っていうこの流れっていうのは、そのここに含まれているゲノムに含まれている情報、どんなふうにプログラムとか設計図って言ってもいいかもしれないですけど、この情報を実際にタンパク質としてこんな風に働いてくださいっていう風にする方法の情報の流れ。でも実はもう一個重要な方法があって、それ何かっていうと、僕らの、まあ、人の場合には70兆ぐらいの細胞でできてるんですね。でも最初受精卵は1個なんですよね。受精卵1個だけだった。だけど今70兆だから、この1個だったものが2個になって4個になってて増えなきゃいけないんですね。で、こんな風に増えます。はい、コピーをするわけですね。で、コピーをするとき何をコピーするかというと、このゲノムの部分をコピーします。ゲノムの部分を丸々、その子供の細胞というか、これは親の細胞だとしか、娘細胞って言い方もしますけど、1個だった細胞が2個になると。で、その時にこの設計図がコピーされるから、こっちの新しい細胞でも全く同じように DNA、RNA、タンパク質っていうのが全ての遺伝子について行われて、この細胞でもやっぱり人らしく、人になるべく細胞になる。ウニの細胞じゃなくて人の細胞になるということができる。で、ここでね、こっちの方向じゃなくて、もう一個こっちの方向という、伝言ゲームをやらなきゃいけない。これを、じゃあ例えばちょっと難しい言葉だけど、情報の継承というふうに呼ぶことにしましょう。で、ここでちょっと生物らしいんだけど、情報の継承をやるときによく伝言ミスをします。なんでかっていうと、これ30億文字なんです。30億文字の情報を次の細胞に伝えなきゃいけない。そういう時にちょっと間違えるんだね。これしょうがない、間違えるもの。生物だから間違える。で、間違えた時にね、こっちの細胞は、じゃあこの自分の細胞は人になろうと思って設計図を書かれたとするでしょ。伝言ミスを起こって、じゃああなたはウニになってくださいってなったら、これ生物として成り立たないわけですよね。ちょっとやとっと伝言ミスが起きても、人の細胞は人に、ウニの細胞はウニ、マウスの細胞はマウスになってくれないと困る。ここがさっきの残りの44の命令の使いどころ。間違えても大したことないようにすると。で、この間違え方、少しだけ細かい話をします。ACGT というのがさっき言いましたね。DNA4 種類あります。これの化学式を見てみましょう。ちょっと薄くて見にくいかもしれないけど、この輪郭だけ見えれば十分だ。
これ A という実際の構造式ですね。A という構造式はリングが2つある。ここだけ注目してください。ちょっとヒゲがあるけどね。C というのはリングが1つだけ。だいぶ違うよね。でも G はリングまた2つ。A とすごい似てるでしょ。で、T っていうのはまたリングが1つだから、C と T はよく似てる。そうすると伝言ゲームをやるときに、ここ間違えるんですよ、よく。この親の細胞が C って言ったのに、あれ、どっちだか T かなとか言って、なんか間違えちゃう。ここは間違えやすい。で、A と G も間違えやすい。リングが2個か1個かはいくらなんでも間違えないけど、この端っこのところがよく分かんなくなっちゃう。これはしょっちゅう間違えちゃうんですね。で、これを間違えても、あんまり困らないようにしなきゃいけない。はい。伝言ミスをしても、あんまり意味が変わらないように組んであげなきゃいけないということですね。これをちょっと考えてみましょう。で、さっきの話に戻りますね。さっき僕はこれ適当に作りました。DNA は3文字の64通りあります。ここが64通りずらーっとなんですね。で、44通りは使っていない。で、アミノ酸20種類がポイントで当てられてるんだけど、今、例えば A と G は間違いやすいんですよ。だから AAA って言っても、あれ ?AG だったかな。こうなってしまうと、A だと思ってたものが D になっちゃいますよね。これちょっと困るわけです。だからどうすればいいかっていうと、A と G は変わってもあまり変わらないように暗号を作るみたいな。そうですね、やってみましょう。どんなことかというと、今三つ組ですよね。AAA とか AAG とかありますよね。これ AAA でも AAG でも同じアミノ酸になるようにすればいいです。簡単です。そしたら、この3文字目 A とか G とか間違えても全く問題ない。DNA の配列をそのまま使うんじゃなくて、タンパク質の配列が実際に働くので、アミノ酸の配列が働くので、このアミノ酸に変換するときに、このさっき間違えたのを、吸収できればいいんだよね。なので、例えば AAA でも AAG でも K という文字にしましょう。もしくは、他のやつでも同じですね。3文字目が A と G を間違えても同じになる。もしくは T と C を間違えても同じ文字になると。こういうことをやればいいんですね。で、そうするとここには重複ができるので、半分になっちゃう。本当はこれ 4×4×4 場合の数があって64通りできたんだけど、これとこれを区別しない、これとこれを区別しないと 4×4×2 になる。32通りになっちゃうんだよね。だけど、アミノ酸は20種類しかないから、これでも大丈夫。32通りある。だからこれがまず一つ目のポイントですね。で、じゃあこの原則に基づいて、またさっきのやつをちょっと作り変えましょう。AAA と AAG の時は A にしましょう。AAC と AAT の時は C にしましょう。こういうふうに、A と G を間違えてもずっと同じものにすればいいね。さっきよりもずっとこれは賢い暗号になった。そうですね。実際生物がまさにこれをやってることなんだけど、もうちょっとだけまだ使わない DNA セットがあるから、これももっともっと考えようと。そうするとすごい生物ができるんじゃないって、そういうことですね。すごい生物考えてみましょう。で、ここでね、その最初の方でちょっと言ったんだけど、DNA っていうのは4文字なんでしょ。 RNA もそのまま4文字だけど、アミノ酸だけ20種類も多いんだ。めちゃめちゃ多いよね。アミノ酸も4種類だったら別にこんな難しいこと考えなくていいんだけど、そもそもなんでアミノ酸って20種類も必要なのっていうのがちょっと質問、疑問としてある。で、実はアミノ酸っていうのは DNA の場合だとリングが2つだったり1個だったりと本当にちょっとしか違いしかないんだけど、アミノ酸ってこれ1個ずつ全然違う。全然キャラが違う。で、例えばどういうふうに違うかっていうと、油っぽいアミノ酸だとか水っぽいアミノ酸っていうのが、例えば I っていうのはすごい油っぽい、だから水に溶けない。で、 R とか K っていうのはすごい水に溶けやすい。こういうふうな性質があります。この油と水っていうのは後出てくるんだけど、すごい重要な性質ですね。で、あと他にも大きさっていうのもある。 W っていうのはすごい大きいアミノ酸で、 G っていうのはすごく小さいアミノ酸。だからこの大きさっていうのは20種類あるんだけど、20種類、実はもっともっとキャラクターとしてはあるんだけど、特に重要なのがこの油と水、そして大きさ。これ非常に重要なので、今ここに2つ挙げました。で、さっき3文字目だけ使ったので、ちょっと1文字目と2文字目を各々の、この性質とこの性質があまり変わらないように考えてみようということですね。ちょっとやってみますよ。どんなことかというと、さっき3文字目のところだけ言いました。AG とか TC っていうのは間違いやすい伝言ゲームの時に。で、間違えてしまっても同じアミノ酸にのことを指し示せば問題ないんじゃないっていうのがさっきの話。
で、1文字目とこれ3つ組だからね、1文字目のところだけ今今度考えると、1文字目が AG とか TC っていうふうに間違えてしまった場合には、大きさぐらいは同じにしましょうと。そういうように。で、2文字目を AG、TC 間違えたら、今度は性質ぐらいは同じにしましょうと。大きさ変わってもしょうがないけどね。性質ぐらいは同じにしましょう。こんなふうに割り当てることができる。で、ちょっと例を言ってみると、例えば TCT っていうのと CCT っていうのは1文字目が TC で間違えちゃったんだね。これよく間違える間違いなんだけど、この時には、TCT だと S、CCT だと P っていうアミノ酸になるんだけど、これどちらもすごく小さいアミノ酸ですね。で、例えばこれ AAA が AGA になっちゃうと、これ K が R になるんだけど、これどっちも塩基性、アルカリ性っていうと、もう少し中学生の人には分かりやすいかもしれないね。まあ、アルカリ性ですね。で、例えばこっち、GTA が GCA、T と C 間違いですよね。GCA になると V が A になっちゃうんだけど、これは疎水性、つまり水に溶けないという性質。なので、結局のところこれ全部まとめると A とか G、T とか C とかを間違えても大打撃にはならないようにまず作りましょうと。そういうことですね。で、もう一つ、まだ、アミノ酸によって使われる頻度が違う。 L っていうアミノ酸はめちゃめちゃたくさん使われる。だから64ある3つ組の中で6つ割り当てましょうと。 S もたくさん使われるから6つ割り当てましょう。こういうことができます。それからその逆、 W とか M っていうのはめったに出てこないから、ここぞという時だけ使えばいいので、W も M も1回1つずつだけ割り当てましょうと。この実際に使われる数が多いか少ないかによっていくつ割り当ててあげるかというのを、調整しましょうということをやります。で、こういうふうにやると実際に生物の遺伝暗号というのができますね。まあ、答えを言うとこちらです、はい。これちょっと逆順になってますけど、 TTT からずらーっと並んで、まあ、AA となってますね。64通りの DNA の配列に対して、20種類のアミノ酸がこういうふうに、割り当てられてます。で、ここに種子っていうふうに書いてあるのは、これは文章の最後の丸だと思ってください。こいつが出てくるとタンパク質そこで終わりますよと。これないといつまでも無限に長いタンパク質になっちゃうんで、こういう終止っていうのが必要ですね。終止コドンっていうんですけど、はい。で、これどういうことかというと、さっきも少し話したかもしれないんですけど、これ全部の生物が使ってるんですね。人もこの生物、この暗号を使ってるし、大腸菌も使ってるし、大腸菌よりももっと例えばシンプルなウイルスみたいなものも使ってる。で、生物が地球上に生まれて40億年ぐらい経ったんですけど、40億年のかなり最初の頃にこの暗号というのができて、もちろん違う暗号も絶対作ったんですよ。すごいたくさんの暗号をトライして、この40億年前の生物の原型はね、それで一番良かったものというのが残って、生物としてこの地球上に繁栄をして、僕らはその子孫である。だから大腸菌も僕らも全く同じ遺伝暗号を使っているのはそういうこと、そういうふうに考えられています。まあ、今ここの最初のところで、まず DNA という暗号がどうやってアミノ酸の配列になるのかという最初のところの話をしました。で、次の話はこのタンパク質に、アミノ酸の配列になったものがどうやってだんだんこの人間みたいなになってくるかっていう、そういうところに近づいていきたいんですけど、ちょっと次の話でいきますね。これどういうふうに見ればいいかというと、 ATG から始まりますね。で、これ3文字ずつ、さっき遺伝暗号を僕らは手に入れました。その遺伝暗号表を見て、 ATG ってアミノ酸の何かなっていうふうに、書き見ていきます。実際には、はい、ATG は M ですね。で、次3文字までいきますよ。 ATG の次は GCC ですね。 GCC、さっきの遺伝暗号表を見ると A ですね。はい、全部こういうふうにできました。ここちょっと飛ばしてますけどね。だからそのアミノ酸の配列だと M、A、L から始まるんですが、というアミノ酸配列で、最後ピリオド、終止になりますね。終止コード。で、これじゃあ今変換しましたね。変換して何が良かったのっていうことの話ですね。ちょっと見ていきます、はい。こうすると、はい、M、A、L でずらーっとこう来て、最後 C、N で終わるタンパク質、一つのタンパク質ができます。で、これこのままほっとくとどうなるかっていうと、実はこんな風になります。これブドウの形をしている、これは 3D なんです。ちょっと説明しにくいんですけれども、これ3次元ですね。なんでその DNA の情報を今コピーをして
翻訳をしたとすると、こういうふうになります。でもこれだけ見てもなんでこれが働くのかよくわかんないですね。これだけ見てもよくわかんない。これ実は何の遺伝子かというとインシュリンなんですよね。最も小さい遺伝子の一つで、これがうまく働かなくなると糖尿病になっちゃう。聞いたことあるかもしれないですよね。インシュリン、すごい小さいタンパク質なんですよね。このタンパク質を作る配列をさっきから何回も見せてたんですけど、アミノ酸配列に今こういうふうになったのを見てもどうしてこれがインシュリンとして働くのかはよくわかんないですね。わかんない。じゃあちょっとこのような話を次にします。さっきの遺伝暗号で、DNA という暗号をアミノ酸に変えたけど、これ遺伝としてまだ暗号ですよね。で、その秘密っていうのはこれですね。ラーメンです。で、ラーメンが重要なんじゃなくて、ラーメンを皆さん当然食べたことあると思うんですけど、食べるとする、そうするとラーメン食べ終わった後にここを覗き込むと何が見えますか。ラーメンを食べ終わった後にラーメンの器を見ると、スープは残してください。でスープを残ってるとすると何が見えるかっていうと、多分油が見えるんですよね。このラーメンっていうのは基本的には水、このラーメンのつゆっていうのは水でできているので、この表面に油がプカプカと浮いているのが多分見えるはずです。でその油って多分まん丸してますよね。覚えてますかね。その大きい丸のやつもあれば小さい丸のやつもあって、でそれがこの上にプカプカと浮いていると。でお箸とかでその丸と丸の間をツンってつつくと合体するでしょ。分かる、うんうんって言ってるから分かるよね。そう、どんどんツンツンってやっていくとどんどん大きくなっていくっていう、そういうものです。でそもそもなんでラーメンのこのおつゆの上で油って丸くなるんですかって考えたことありますかね。油と水っていうのは仲悪いんですよ。で水、周りに水がたくさんいるでしょ。だから油っていうのは仲悪い、水と油は仲悪いから油がくっつくと、お互い。これがポイントですね。僕ら何もしてないですよ。ほっといただけで油は油とくっつい、集まってくっついて丸くなる。でもう少し丸くなってるものと丸くなってるものをつってつつくだけでどんどん固まっていく、そういう性質があるんですね。これがタンパク質を作る実は、性質なんですね。ちょっといくつかデモをやってみましょう。で今ここにですね、これおもちゃなんです。おもちゃなんですけど、どうやってそのアミノ酸がタンパク質になるのかなというのをちょっと説明したいと思います。今手元をちょっとこれこう映してもらってます。見えますかね。見えますね。はい、それでちょっとこれを一回ほどいてみます。これどんなおもちゃになってるかというと、こうほどけるんですね。こんな風に。でこれは今小さなブロックからできてます。この一つ一つのブロックがアミノ酸だと思ってください。今で全体で一つのタンパク質になってる。だ今この場合には27個のアミノ酸がつながって1個のタンパク質になっているというふうに考えてください。で一つ一つのアミノ酸はキャラが立ってるんですよ。一個一個違うんです。で例えば今ここに色塗ってある、見えるかな、うん、色塗ってあるやつと色が塗ってないやつがあるんですね。で色が塗ってるところは油っぽいと考えてください。で色が塗ってないところは水っぽい。いいですか。でその色の塗られ方は一個ずつ違います。これはアミノ酸に一個ずつすごいキャラがある。すごい油っぽいやつもいれば水っぽいやつもいるってさっき言いましたね。そういうやつだと思ってください。でこれを今油っぽいのが油っぽいところ同士がくっつくという性質だけで、こういうふうな立体になるということをちょっと説明したいと思います。油っぽいところと油っぽいところはどんどんくっついていくんですよね。こんな感じですね。見えますかね。ちょっと見えないかな。はい、ちょっと待ってくださいね。例えば今ここの面、この面、これ色塗ってないのでちょっと丸って書いてあるのはちょっと別のことだと思ってくださいね。色が塗ってないのでこれ水っぽい面が今手元に見えてますね。でこの壁面を見ても水っぽいですね。じゃあ裏見るかっていうと裏油っぽい。油っぽいところは油っぽいところでずっとつながっていくと、水っぽいところは表面に出るっていうことをどんどんやりながらこれをパズルをちょっと解いていきますね。はい、できましたね。これ表面は全部水っぽいもの、わかりますね。でこれ開けてみるとどうなるかっていうと、中は油っぽい。開けるとどこまでも油っぽい。こういうやつをジャポンと水の中に入れたら油は水から逃げるので、これヒューッとこう自然に折りたたまってこうなるんですね。これがそのタンパク質がどうしてさっきアミノ酸のただのつながりなんですよ。ただのつながりのやつがこうやって立体構造になる、立体を作る。これが、
アミノ酸が一個一個キャラクターがあって水っぽいだとか油っぽいだとかっていうのがあるからこういう風になる。だからアミノ酸が20種類あるっていうのは一個一個全然違うキャラクターを与えるためなんだね。で今ちょっと話をしましたけど、その最初のところでは、ただその DNA の4文字をアミノ酸の20種類に変えただけじゃんって思ったかもしれないんだけど、その4種類を20文字に変えるっていうのも、本質的に重要だってことだね。でなんで重要かっていうと、アミノ酸はすごくキャラだった。その中で一番重要なキャラは油っぽいか水っぽいかということですね。それでちょっとタンパク質って言われても、さっきケラチンとコラーゲンの話はしたんですけど、どんなタンパク質が働いてるのかなって多分みんな分かんないと思うので、いくつかタンパク質、こんなタンパク質があるよっていうのを3つほど例を挙げます。1つ目、これ、こういうタンパク質があります。で、このタンパク質はどんな仕事をするかっていうと、エタノールという分子にくっつきます。アルコールの、お酒の主成分ですね。このエタノールという分子にくっついて、ここの H を取る。だから、H を取るから酸化っていうんだけど、エタノールにくっついてエタノールの酸化を行うという仕事をします。このタンパク質。はい、次のタンパク質いきますね。次のタンパク質。こことこの青のタンパク質とこの白のタンパク質に注目してください。で、後ろにふにゅ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 となっているのがこれが DNA。で、DNA は二重らせんなんで、ふにゅふにゅしてるんですけど、この2つのタンパク質の機能は何かっていうと、DNA にくっつく。DNA にくっついて DNA の形を曲げる。これがこの2つのタンパク質の機能。なんかあんまり大したことやってないじゃないかと思うかもしれないけど、この2つ のタンパク質の名前、TOX2 と OCT1 っていうんだけど、京都大学の山中先生が iPS 細胞って作ったでしょ。あの iPS 細胞を作るときに使う4つの遺伝子のうちの2つ、すごい重要な遺伝子ですね。そういう遺伝子、何やってるかっていうと DNA にくっついて DNA の形を曲げるという仕事をしています。で、最後にもう一つ、DNA の話いくつかしたんだけど、 DNA の例としてこのタンパク質、ちょっと色をよくわかるんですね。ここにゲノムがあって、で、このゲノムに、DNA があって、で、DNA にくっつくタンパク質なんですね。で、どんな仕事をするかっていうと DNA を切ります。ピンと。で、 DNA ってすごい大切でしょ。 DNA がなかったら僕らは形作ることができない。その DNA を切っちゃうという作用です。で、こんな危険なもの、危険なタンパク質が何であるのかというと、DNA って例えばウイルスとかバクテリアとかも持ってて、そういうやつが外から入ってきた時にそいつの DNA をちょくちょく切っちゃう、つまり防御部隊ですね。そういうようなタンパク質もある。で、今、3つタンパク質の例を説明したんですけど、じゃあタンパク質、本当は3万ぐらいだいたい人間の場合だと。でも3万しかないんだね、逆に言うと。で、そのタンパク質一つ一つの機能って何ができるかということを考えると結構単純で、何かとくっつく。例えば DNA とか RNA とかタンパク質だとか、まあ、なんか化合物かな、さっきのエタノールみたいな、そういうものにくっつく。で、くっついて何かする。相手の構造を変える。例えばさっき DNA を曲げるって言ったよね。とか、なんかまあ結合を切るとか作るとか、もしくはただずっとくっついてる。くっついてずっとくっついてる。そういうような作用。で、ここでちょっと気づいてほしいんだけど、なんかタンパク質の機能って地味だよね、ちょっとね。だってくっついてなんか作用するんだけど、その作用するその内容っていうのがすごく単純じゃないですか。なんか相手の構造を変えたり切ったり、結合を作ったりするだけっていう。で、ここでちょっと考えてほしいんですけど、人間って3万個くらいしかないんですよね、タンパク質の種類で。で、一個一個はこんな単純なことで本当に僕らできる。なんか不安になりません。それを図にしたのはこれですね。タンパク質一個一個の機能っていうのは、なんかそのタンパク質独自な相手がいて、対象がいて、その対象にくっついたり、なんかちょっと作用したりする。でも、例えば僕らは、多細胞生物だから、もっと簡単に一個一個の細胞のことを考えたとしても、細胞ってニョキニョキ動いていくし、もしくは何かを分泌したりするし、何かを消化したり、もしくは増殖、もしくは増えたりするよね。だからこういうような結構複雑そうな細胞の機能と、タンパク質のすごくシンプルな機能って、すごいギャップがあると思いませんか？だから次の謎は、このギャップはどうやって生まれる。今までの話で、じゃあ DNA という暗号をどうやってアミノ酸の配列にするかっていう、まず一番最初の、遺伝暗号の話をして、次にこのアミノ酸の配列はどうやってこういうタンパク質の立体構造になるのかっていう、
秘密、それは、油っぽいっていうのがポイントなんですけど、内部が油っぽいっていう性質を使って、でもこれできたものっていうのはあまりにシンプルな機能しかなくって、なんか細胞のこういうような機能とはまだ程遠いということですね。でちょっとまた考えてみましょう。でちょっと考えるポイントっていうのは今度は、タンパク質、人の遺伝子は1個じゃなくて要するに 3万個あると、なんかまあ大体3万種類のタンパク質ができるんだけど、その3万種類のタンパク質とタンパク質の組み合わせっていうのをちょっと考えてみたいと思います。こういうことですね。さっきこの例を出しました。エタノールっていうアルコールを飲むと、僕がですね、皆さんはアルコール飲まないともない、僕がアルコールを飲むと、まああまり実は弱いんですけど、何が起こってるかっていう と、エタノールを速やかにアセトアルデヒドに、このタンパク質 ADH って名前ついてます。このタンパク質が、変換します。ところがこのアセトアルデヒドってむちゃくちゃ危険な物質で有毒なんですよ。だからもしこのタンパク質がたった一つだけで働いたんだったら、これは毎日僕は使えると、そういうような感じですね。大打撃ですね。じゃあなんでこんな遺伝子があるのかといえば、この次を処理してくれるタンパク質があるから。次を処理してくれる、これ ALDH っていうんですけど、この ALDH っていうやつがアセトアルデヒドを酢酸はだって僕らお酢を食べたり飲んだりするぐらいだから、お酢は全然大丈夫なんですね。エタノールはちょっと毒、アセトアルデヒドめちゃめちゃ毒、でも酢酸は無毒と。だからこの A、 こっちの1つ目のタンパク質と2つ目のタンパク質が連続して働くと、初めてエタノールを無毒化するという機能ができる。なんかエタノールの無毒化っていうとちょっと高度な機能になりますよね。さっきのくっついて何かするっていうだけより、ポイントはここなんですよ。一つで働くんじゃなくて、ほぼ必ず何かと一緒になって働く。これがポイントですね。こういうキーが3万いるわけですね。今ここ2つのタンパク質の間の連携プレーだったんですけど、もっと長いやつをちょっと見せますよ。これ、ブドウ糖っていうのは、まあ砂糖を食べるとそれは諸糖なんで、諸糖は2つ糖がついて、そのうちの1つなんですね。そのブドウ糖から僕らはエネルギーを取ることができる。だからブドウ糖美味しいんだけど、ブドウ糖からエネルギーを取る。で、これ P っていうのはエネルギーだと思ってください。本当は ATP っていうんですけど、まあ今エネルギーだと思ってください。ブドウ糖1個から、この P というエネルギーは実は2個取ります。2個取るために最初に2個投入をして、そして4つ得るっていう、こういうことをやるんですけど、たったブドウ糖1個から、この ATP という P、エネルギーを2個取るのに、実は10個の、タンパク質が働きます。これ、このうち1個でも、働かなかった、休んでしまったら、これ僕ら生きていけないんですよね。エネルギー取れないから。そのくらい大切なんですね。一個一個はさっきも言ったんですけど、地味なことしかやってないんですよ。アルファ合物にくっついて、例えば最初のやつ、ブドウ糖にくっついてブドウ糖の一部をちょっと違うことする、まあ、厳密に言うと ATP とブドウ糖をくっつけたような物質を作るんですけど、そういうすごい小さいことしかやってないんだけど、この10個がこういうふうに並ぶとブドウ糖からエネルギーを得るという、僕らが生きるために絶対必要な機能というのになってくれる。だから組み合わせが大切ということですね。で、この組み合わせを結局研究しないと、この一つ一つのタンパク質ってすごい重要なんだけれども、どのタンパク質とどのタンパク質がどうやって協力をするんだろうっていうところを研究しないと、生物がどうしてどうなってるんだろうっていうのは分かんないんですね。この同じ場所にいるという人と人の関係がありますね。もしくは、誰かと誰かは同じ学校に行ってるかもしれない、同じ高校、同じ中学校に行ってるかもしれない。それとタンパク質の関係、そういうのがあるかっていうと、それはあるんですね。細胞ってやっぱり学校みたいなところがあったりだとか、すごくいろいろ分かれていて、核の中だってすごいたくさん場所が分かれてるんですよ。で、その中で場所が同じ、細胞内極材が同じっていう言い方をします、という関係があります。もしくは人と人との関係の場合、直接連絡を取る、まあ、電話をするでも直接本当に会うでも、いいかもしれないんですけど、直接何か連絡をする、ある人とある人が直接連絡をするという関係っていうのは、タンパク質の世界ではタンパク質とタンパク質が直接何かやり取りをする、タンパク質間相互作用という、僕らはそういう言い方をしています。故郷が同じだとか、同じ指導者がいるだとか、同じ活動パターンだとか、もうこういうのは全部タンパク質の世界にもあります。で、こういう人間の世界と同じような関係というのを、タンパク質とタンパク質の人口3万人ですかね、人口3万人の社会というのを研究をしようと、そういうことを、今の人たちはやってるわけですね。
クションはちょっと研究っぽい話をしてみます。で、今ここまででそのなんとなく雰囲気としてゲノムっていう風に書かれている ACG っていうのはただの4文字がどうやってそのこういう生物になっていくのかっていうのがなんとなく雰囲気分かったと思うので、じゃあ実際にそれをもっと分かるようにするためにはどんな研究をすればいいのという話をしてみます。僕らはこれを生命情報科学というふうに呼んでます。英語で言うこともあって、生命 あの英語はバイオですね。で、情報科学を英語にするとインフォマティクスなんで、バイオインフォマティクスっていう言い方もします。こっちの言葉も聞いたことある人いるかもしれないですね。生命情報科学もしくはバイオインフォマティクスでは何をやってるか。で、そこで大切なのはビッグデータという言葉ですね。ちょっと進みますね。はい、これさっきもお見せしました。ヒトゲノムの配列の一部ですね。これ僕の配列ですけど。で、ここには大体1000文字くらい書いてあります。で、ヒトゲノムは実際は30億文字。だからこれが300万ページあるんですね。で、これどのくらいで読めると思いますか？ ACC、TT、CG。なんか人間が読み始めたらもちろんこれ全然読めませんね。だから機械にやってるんですけど。これ機械がやっても結構遅いんですよ。どのくらい遅いかっていうと、これちょっと昔の話をしますけど、例えば1990年、二十数年前ですかね。で、どのくらい読めるかっていうと、1台の機械を使って1日に100文字。1日に100文字ですよ。あんまり読めないですよね。それだけって感じですよね。1日に100文字だったら僕らが読み上げた方が早いですよね。ところがこれ2000年になってくると、1日に1000文字くらいになってくるんですよ。1日に1000文字。まだ僕らが読んだ方が早いですね。ところが2010年、どのくらいになってくるかっていうと、1日に1億文字くらいになってるんですね。こう恐ろしい速度なんですね。ヒューってここ本当に数年ですよ。で、こんなすごいマシンが出てきた。今機械がどん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 良くなってるんですね。で、その結果どんなことが起こってるかっていうと、これそんな昔じゃないですよ。5年ぐらい前ですよ。これ縦軸が、何文字、これ文字数のこと塩基っていうんですね。DNA の場合だから総塩基数って書いてありますけど、 DNA の文字数だと思ってください。何文字解読されたかというのをここに示すと、2008年なんてもうないも同然ですよね。2009年ちょっと、2010年、2011年とぐわーって伸びてきて、そのままじゃ絶対メモリ足りないので、ちょっとここにあるのをヒューってここに圧縮します。で、まだまだ伸びるんですよね。これぐん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 伸びてこんな風になってきます。今ここ 2cm を、これちょっと考えてみると分かると思うんですけど、もしこの今生命情報科学の分野で5年前のことしか知らなかった人がいるとすると、全然違うことしか想像できないんですよ。だって2009年この辺りです。2008年とか、だからたかだかこの5年ぐらい、もしくはみんなが大学に行って研究室に行く頃にはもっともっと全然違う世界になってるはずなんです。こういうような今分野なんですね。で、じゃあこんなにたくさんデータあって何がいいのか、ちょっとよくわかんないですよね。大変ですよね、こんなたくさんデータあったら。で、ちょっとその話をします。で、今、一人一人のゲノムを読むことが、まあ、大体1週間ぐらいあったらできます。昔は例えばスティーブ・ジョブスが癌になっちゃった時に自分のゲノムを読んで治療方針を決めたっていう話がありますね。で、ああいうふうにすごい特別な人しかゲノムを読めなかったんですけど、今は比較的誰でも読めます。僕もきちんとは読んでないんですけど、ざっとはすでに読んでると。で、僕の周りの人たちも結構読んでますね。で、例えば今頭痛持ちの人と頭痛持ちじゃない人というのを、例えばこの会場でいいんですけど、この会場から一人ずつ来てもらいます。で、この二人のゲノムを読んでみましょう。頭痛持ちの人と頭痛持ちじゃない人、そしたら頭痛の原因分かると思いませんか？で、頭痛の原因が分かったら、じゃあどんな薬をやったらいいのかなとか、さっきのその頭痛の原因がどんなタンパク質なのかなっていうのを考えたりとか、そういうふうな具体的なことが出てますよね。それでゲノムの配列に比較をしたいんですよ。1週間で読めるんですから。そうするとどのくらい違うかっていうと、大体1人ずつの人を見比べると、300万箇所ぐらい違うんですね。要するに1000文字に1文字ぐらい違うので、30億塩基の1000分の1なんで300万箇所違う。で、この300万箇所のどっかが多分頭痛に関係してるんです。でもどっか分かんないですよね、300万箇所もあったら。じゃあどうすればいいかっていうと、一つの方法、最も簡単、頭痛持ちの人を増やす、頭痛なしの人も増やす。で、じゃんじゃん読んじゃう。頭痛持ちの人をたくさん読む。例えば、1000人ぐらい読んじゃう。で、頭痛がない人も1000人ぐらい読んじゃう。頭痛持ちの人に共通してて、頭痛なしの人に共通してて、でもこの2つで違うような
配列を見つけたら、それがきっと頭痛の原因だよね。そういうふうに分かる。だから、人一人だけゲノムが読めましたっていうのと、人1000人が読めましたっていうのは全然意味が違って、やっぱり1000人欲しいわけ。で、じゃあもっともっと1000人でいいの？もっともっと、例えば1億人だとか、10億人だとか来たらどうなるの？で、そういうことをちょっと考えてみましょう。で、この頭痛の人、頭痛なしの人がもっともっとたくさん集まると、何がいいかっていうと、どん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 条件を細かく分けることができるよね。頭痛持ちの人で肉料理が好き。頭痛持ちの人で魚料理が好き。頭痛なしも同じように分けるだとか。もしくは、タバコを吸う人、吸わない人だとか。お酒をよく飲む人、よく飲まない人だとか。分類をすればするほど、すごく正確な比較ができるよ。だから、ほんの少しだけデータがあるよりも、すごくたくさんデータがあると、確実な比較ができるようになるということで、今ビッグデータがすごい速度でデータが増えてるんだけど、そのすごい速度で増えてるデータを全部使おうと、そういうことをやっています。で、ちょっとだけ東北大学の話1枚だけすると、東北大学の、東北メディカルメガバンクというゲノムを読んだりだとか、いろいろ医療について、やるという研究組織があるんですけれども、そこで昨年、日本人1000人、まあ、もっと言えば東北の人1000人ですね。東北の人1000人のゲノムを読みました。で、そうすると、これ1000人読むとどういうことがいいのかなっていうのを少しだけ想像してほしいんですけど、個人の差っていうのは、人一人と一人を比べると、だいたい 0.1% ぐらい違うと。0.1%。0.1% っていうのは、1000塩基比べると1塩基ぐらい違う。ということですね。1000塩基比べると1塩基違うというのが、人一人と一人を比べると。今、1000人比べるとどうなるかっていうと、じゃあ分かりやすく、10人だけ。10人いるとすると、平均すると100塩基に1塩基違う人が1人がいる。ということですね。今、100人いるとすると、10塩基見渡すと、誰かその100人のうち1人は違う配列の人がいる。そういうことですね。1000人いたらどうなるかっていうと、ゲノム上の全ての箇所について、1箇所ずつぐらいは何かしら違う人がいる。僕らは30億塩基からできています。30億文字って言った方がいいですよ。ごめんなさい、自然に塩基って言っちゃうんですけど、DNA の文字のこと塩基っていうんで、まあ、30億塩基、30億文字からできてるんですけど、その全ての位置についてこの意味どういう意味なんだろう、この意味どういう意味なんだろうっていうことを研究するできる可能性がある。1000人ってそういう数字ですね。それともう一つ、今話をしたのは、たくさんの人、今人の話をしましたよね。たくさんの人のゲノムを比較するという、そういう話をしました。これ人だけじゃなくて、稲だとか、そう育種っていうところでは特に重要なアプローチです。稲って例えばコシヒカリだとか、サタニシキだとか、人面ボブレだとか、秋田小町だとか、たくさん種類ありますよね。で、ちょっとずつちょっとキャラクターが違うんですね。で、もっともっと全然違う羽ばたきだとか、もう少し僕らが直接食べることのないお米の品種もあるんですけど、そういう品種をずらーっと並べて、例えば美味しいお米に共通している特徴は何かとか、病気に強い特徴は何かとか、そういうことをどん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 調べることができます。こういうようなアプローチ、育種とかで特に重要ですね。もう一つ実はアプローチがあるんです。一つのゲノムを、これとちょっと逆で、一つのゲノムを徹底的に調べるという、こういうアプローチがあります。人でもし考えるんだったら、これ人、あまり人ではやらないんです。人で考えるんだったら、この個人 A さんについて、お酒飲ませたり、タバコを吸わせたり、塩分取りすぎにしたり、まあ、いろいろやらせるわけですね。そうすると、いろいろ不都合が起こってくると。で、どんな不都合が起こってくるっていうのを、例えば、調べることによって、こういう配列と、こういう環境っていうのは、こういうふうに関係してるんだってことが分かってくると。こういうようなこともやります。で、特にこれは、ネズミとかマウスを使った研究とかでやりますね。マウスは実験動物なんで、さまざまな、条件で飼育をして、どういうふうになるかなっていうのを調べたりするときに非常に重要ですね。なので一つのゲノムについてさまざまな環境を特定をする、これもすごくやられてて、これをやるとどんないいことがあるのかっていうのを最後に紹介します。一つのゲノムについてさまざまな環境っていうと、すぐ僕らも多分思い浮かぶんじゃないかと思うんですけど、僕らは多細胞生物って70兆ぐらいの細胞からできてさっき言いました。で、その中にはさっきの片桐先生の講義にもあったように、目という組織というか臓器もあれば、もしくは胃という臓器もあれば、すごいたくさんの臓器がありますよね。組織があります、たくさん。でもゲノムみんな同じなんですよ。さっきの説明だと、ゲノムが同じだったらゲノムからできる、要するに遺伝子が同じだったら遺伝子からできるタンパク質と同じですよね。
そしたら例えば赤血球も血小板もリンパ球もみんな同じになっちゃいそうじゃないですか。でも赤血球はこうやってなんかボコッとへこんでるし、血小板もリンパ球も全然形も違ければこれ機能も違うんですよ、働き方も違う。なんでゲノムは全く同じなのにこういうふうに全然違うような細胞が出来上がるんですかっていうことを考えると、これはやっぱりタンパク質は働くんだけど、タンパク質のセット基本的にはほとんど同じなんだけど、タンパク質がそもそも、この細胞の中に蓄積しないとかするとかっていうオンとかオフっていう、制御ができます。でタンパク質の数の違いですね、数の違いが問題になってきます。ちょっと分かりにくいのでこちらの図を、模式的な図をお見せします。さっきタンパク質これこれこれっていうふうに、まあ、3万個ぐらいあるわけですね。で例えばこの、例えばですよ、このタンパク質は、さまざまな臓器を見比べるときに脳においてはオン発現をすると、だけど他の臓器では全然発現しない、スイッチオフになってると。2つ目のタンパク質は、2つ目のタンパク質も脳でオンになる、他はオフ、働かないというのは存在しないということですね、細胞の中に。で3つ目のタンパク質は、これは胃だけで働く、例えばこういうふうなものを得ることができます。これ3番の遺伝子について全部こういうのを調べると。で、この横軸、どんな時に働くのかな、これ動機だけで言いましたけど、例えばすごい寒い時だとか、すごいお腹が空いてる時だとか、そういうのも全部含めるんですね。この横軸、どんな時にどのタンパク質が働いてるのかなっていうデータもどんどん蓄積しています。この蓄積の状況、こちら。マイクロアレイという技術を使うんですけど、大体80万実験ぐらいあるんですね、今。80万の実験を使うと、一つ一つのタンパク質がどこで働くかっていうのがかなり克明に分かります。で、そういうのを調べると、ちょっと1個戻すけど、さっきのこれ、これ今4つしかないけど、これ80万あると今なんとなく思ってください。そうすると、この最初のタンパク質と2つ目のタンパク質は、オンのところではオンだし、オフのところではずっとオフだと。いうふうに考えると、こいつらは要するに仲良しさですね。いつも一緒だから。で、これとこれは多分違うところにいつもいるから、あんまり仲良しさじゃないですね。で、要するに3万ある遺伝子の、友達関係みたいなものをいつ働くかっていうものをすごいたくさん計算をすると出てくるんです。で、こういうのを、データベース化して、すぐに実験を使えるような、はい、データベースを作ったりしますね。まあ、なぜなら。でもちろん動物の方にもいろいろできて、人だとか、チンパンジーだとか犬だとか、皆さんのマウスだとか、まあ、そういうようなものについて、遺伝子と遺伝子の友達関係を、解読するということをやっています。で最後にちょっとだけ、研究風景これについてちょっと見せましたね。基本的には僕らはすごく大量の今データが出てきていて、でデータを自分たちで出しているんじゃなくて、すごい大量にあるデータというのを、コンピューターで計算をしています。どのくらい大量かっていうと、例えばダウンロードするだけで1ヶ月とかね、すごい大量でしょ。で、そういうようなことをやって、学生さんと一緒に、パソコンの前のところ、大体プログラムを打ったりしますね。プログラムを書いて、それでなんか計算させると。もしくは一人でもう何台も使う人だ。あともう一つはパソコンで使ってるだけじゃなくて、みんなでもうちょっとやっぱり作戦会議みたいなものをやらなきゃいけなくて、それは数学みたいなこともよくやります。どういうふうな数学を使うとこの問題解けるかなっていう話し合いをしてるところですね、こっちは。こういうことをやりますね。はい、でじゃあこのセクション最後のスライド。生命情報科学バイオインフォマティクスって何だったかということをもう一度説明をします。増え続ける非常に大量な情報というのを利用して生命のシステム的な特徴を明らかにしたいと。で大量な情報ってどんなのがあるんですかって言ったら、もうゲノム情報、ゲノム配列の情報です。RNA だとかタンパク質の構造だとか、まあ、どんなその代謝端末がどのくらいあるのかっていうのが、まあ、全部ですね。もうこれ全てについて、どんどん今データが使えるようになっているという状態です。で、どうシステム的な特徴っていうのは、例えば遺伝子と遺伝子の友達関係でもいい。で、そのグループの安定性ってどうなのか。僕らの配列がどういうふうに変わっちゃった時に、どういうふうな安定性が崩れて、どんなふうな病気になりやすいか。そういうことを調べたりします。あと、組織がいたら、まあ、ボスみたいなやつがいるんですよね。そのボスをうまく、薬を与えてコントロールすることができたら、病気 の症状を緩和することができる。そういうことにつながります。で、まあ、生命システムそのものも分かるし、医学だとか薬学だとか、もしくはその農業だとか、そういうことにも応用していきたいと考えています。